子、ピアノお上手ですね。友田さんだって京都大学の優秀な成績で出てらっしゃるでしょ。ああ、もう井の中の蛙というやつですよ。正直、こちらに来てからはもう驚かされることばかりでした。世界の物理学は今、どんどん新しくなってます。友田さんの名前が世界の一流雑誌に載ってるのを見せれば、国のお風呂なんかきっとないで喜ぶと思うんやけどな。腐らない腐らない。とにかく中性子の発見、凝電子の発見、重水素の発見と今や世界の物理学会は沸き立っとる。俺たちだってその最前線におるわけやからな。今月号のフィジカルレビューを読んだら、ベーテとハイトラーによって同じ論文がすでに発表されていたんです。わかります？つまり先を越されてしまったわけですよ。つまりですね、自分のような非力な人間がいくら精魂傾けて何かやってみても、結局それぐらいのことはもっと偉い学者がどこかでやってしまうんですよ。ああ、はい。ですか、そりゃ。あ、ちょっと。友田さん、こちら竹山さんのお友達で加藤亮介です。よろしく。友田です。すいません、着替えてきます。どうぞ、そのままで。そのままそのまま、はい、大丈夫です。はいはいはい、こちらこそ。まあ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 、とりあえず乾杯しよう。そうですね。それじゃあ、何にって何に乾杯しよう。世に出なかった僕の論文に。じゃあそれで。それちょっと暗いな。明日から研究室の理論の方は全部僕に任せるって。すごいやないですか、友田さん。その分親父は実機に打ち込めて払って。ああ、やるな。それからこの間の論文のこと